ドクター浅田のストレスフリー妊活。ワンポイントアドバイス、サイエンス編。妊娠するのに卵子の数が多くいるのはどうしてですか？どうして多くの卵子が必要か？その1。人の場合、一人の出産のために、受精卵がたくさんいるのは、受精卵の染色体異常が多いからです。これは、着床前診断で見られた染色体異常のパーセンテージを示しています。異数体、染色体異常は年齢とともに、グラフのように高くなっていきます。42歳以上になると80%にもなります。一方、染色体異常のない性倍数体は年齢とともにこのように低くなっていきます。これは染色体の数的異常の出現頻度を見たグラフです。いろいろなデータがあるのですが、この論文からは38歳で50%、41歳で70%、44歳で90%と、数的異常の出現頻度は高くなっていきます。どうして多くの卵子が必要か？その2。受精卵は採卵の翌日、二前隔期で受精が確認できて、2日目4細胞、3日目8細胞、4日目コンパクションという状態になり、双実胚と呼ばれる受精胚になります。5日目胚盤胞、5日目以降胚盤胞は孵化、ハッチングして透明体という殻から飛び出した状態になり、着床すると言われています。人の場合、多くは受精しますが、実は胚盤胞まで育つ胚は、それよりかなり少なくなります。胚盤胞まで育つ胚盤胞到達率は、年齢によって違います。カップルによっても違います。培養の技術の差がありますので、施設差が大きいです。例えば30代前半で1個の非常に見た目のいい良好胚盤胞を売るには3個の胚盤胞が必要でした。そのためには8個の受精卵が必要であり、10個の成熟卵が必要であり、13個の採卵が必要でした。これが大体平均になります。このように、30代前半では13個を採卵して10個の成熟卵が必要ということになります。妊娠が順調にいくためには、たくさんの卵子が必要ということです。今示した理由のその1とその2は全く別の現象ではなくて、関連があります。ドクター浅田のストレスフリー妊活でした。